ヒーローインタビュー呼ばれます。放送席、イーグルスファンの皆様、今日のヒーローは内田泰人選手です。今シーズン第1号ホームラン、素晴らしい当たりでした。振り返っていただけますか？そうですね、本当に、ずっと1本出てなかったので、やっと出て本当にホッとします。ただ今日はバッティング練習中も気持ちのいいようにスタンドに、ね、大きいのを運んでいました。手応えあったんじゃないですか？ありました、はい。今お話にもありましたけれども、あの春先、ね、大活躍でシーズンに入ってからは悔しい思いもあったと思うんですが、そのあたりはどのように感じてましたか？そうですね、本当に悔しい結果だったので、今日1本出たので、これからどんどん打っていきたいと思います。そんな今日は、タイムリーも飛び出しました。2打点の活躍です。スタメン起用に応えました。今日は母の日です。内田選手にとってはいろんな思いがあるんじゃないですか？そうですね、はい、お母さんには本当にいろいろ迷惑もかけましたし、本当に感謝します。さあ、チームは15安打で4連勝です。次はホームに帰ってのゲームとなります。チームを代表して意気込みをお願いします。今本当にいい流れで来ているので、この流れに乗っていけるように頑張ります。応援よろしくお願いします。おめでとうございます。第1号ホームランの内田選手でした。本人も今日はね、あの練習からいい感じだという話が今出てましたけどね、はい。まあ、練習ではね、すごくパワーあるバッティングを見せて、はい、見てましたからね、ただゲームになるとみんなその駆け引きで、うん